秋晴れの10月22日23日の両日、相模原市政40周年記念リサイクルフェア94を相模原浅溝公園で開催しました。さまざまな催し物や市民参加の109のリサイクル店舗は大好評。お目当てのテントに行き着くにも一苦労のようでした。長蛇の列の行き着く先は、社団法人相模原市シルバー人材センターの方々がリサイクルした自転車の展示即売会場。ただし自転車は限定50台。このため時間を区切り整理券を配布しての抽選です。手慣れた立森市長が抽選の口火を切ります。発表します。1台目の方は242番の方です。およそ20人に1人の幸運をつかんだ方は7500円お支払いいただき、お持ち帰り願いました。こちらのリサイクル家具は無料ということもあって、抽選の競争率は200倍の人気家具も出ました。申し込みは小学生以上からできるようになったので、倍率に拍車がかかったようです。私は元気。催し物の中で子どもたちのお待ちかねはトトロ。井上あずみさんのファミリーコンサートは超満員です。坂道トンネル草原。会場には延べ6万人の人々が詰めかけ盛況でした。手間かけずおろして粘る大和芋、青のり添えて色つやさえる。来ました。いただきます。いやー、とろとろですね。香りもいいですね。なんか まったりしてるっていうんですかね。なんかすごい伸びがいいですね。この大和芋は相模原の特産品なんです。スタミナと若さを保つ食べ物として広く食されています。今がこの大和芋の旬なのです。相模原は大和芋作りが盛んです。その中でも名人と呼ばれる方がいらっしゃいます。上溝にお住まいの清水勉さん、大和芋作り30年。今でも桑を使い、一つ一つ大和芋を掘っています。あ、おはようございます。おはようございます。清水さんでいらっしゃいますか。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、どうも、ご苦労さんです。いや、これから大和芋掘りに、はい、ということですけど、大和芋これから掘りに行こうと思うんです。相模原で大和芋作りが始まったのは昭和32年頃からだそうです。高値で売れる作物として農協の指導を受け作り始めました。清水さん、今年は夏すごく暑かったですよね。はい、そうだね、随分暑かった ね、はい、雨も少なかったようですけど。雨が少なくてね。じゃあ今年はどうですか、出来は。なんかいいような話な、まだ掘ってみないんでわかんないんだけどね。出来がいいっていう話ですけど。清水さんの大和芋畑は県道沿いに10アールほど作っています。葉っぱに毎年直接注文をしてくれる人に発送できるくらいの収穫量です。黄色、これが芽です。これから出て、あ、どれですか。これから、あ、この下に、あの、あるんです。こんな細いの、ねえ、引っ張り上げたら抜けちゃう。いやいや、そこの下にあるとは分かっていても、クワで掘るのはちょっとなんかお芋を傷つけそうで怖いですけどね。今、あ、そこからじゃあ、これなんか掘り方があるんですか。そうですね、前をこう掘ってからじゃないとね、いっぺんに掘れないですよ。前というのはこの植わってるこの前。あ、周りをまず掘ってから、それでその、あ、もう出ちゃいました。出てきた。あら、早いですね。これ、まあ、
長いのかと思ったら面白い形ですね。掘ってみますか。私はクワを持ったことがないんですが、こう持って、こうですね、なるべくこう、こうやると浅くなっちまうから深くこう、深く、うん、どうでしょうこう持って、あ、もうここですか、うん、これでいいのかな、よっ、あ、なんか当たってるけど、もう芋にぶつかっちゃった、あー、削ってしまった悲しい、これ、ちょっと待ってください、うっ、あったあ、こうなればよかったんですけど、すでに遅しです、はい、うん、今年はこう上げてみられてどうですか、はい、いや、暑いから、うん、今年はいけないなと思ってたんだけど、うん、案外良かったですか、うん、こんないい格好のがね、うわできてね、すごいです ね、うん、山とも作るのは難しいですか。一番病気に弱いんです。あ、そうなんですか。根昆布線虫の被害に遭った大和芋は隔絶しないと他の大和芋が根昆布線虫に次々と蝕まれます。また大和芋作りには大切な条件があります。連作嫌うってわけで、いくらか他のものを作ってから作るんです。はい、どうして連作はダメなんですか。やっぱり何を作っても連作ってのはやっぱりできませんけど、大和芋なんて特にね、出来が悪いんですよ。収穫が、収量が少ないってことはね。大体、何年に1回ぐらいがいいんですか。まあ3年か4年でしょうね。そんくらい皆さんあげとくんじゃないですかね。そうするとこう、うん、立派なお芋ができるわけですか。うわー、これなんかかなりついてますね。最近は土のついたままの大和芋が喜ばれています。箱詰め前に形を整えます。一箱4キロの州最上級が4500円です。もう紙蔵はもう皆さんよく使ってくれるんで、ほとんどが贈答用ってことですね。地域的には神奈川の方が多いんですか。いや、もう東北から北海道の方ら、それで遠くへ送られる方は、この傷がつかないようにと、まあ、寒いところじゃ寒さよけにこのもみぬかを入れます。そうしてお送りしてます。早速採れたての大和芋を料理してもらいました。大和芋の千切りにかまぼこを入れ、わさび醤油で味付けします。刻んであるんですね。はい、そうですね。ちょっと酢をかけんと酒のおつまみが一番です。いただきます。どうですか。あ、わさびがちょっとプンとしてて、ねえなかなか口当たりがいいでしょう。これはやみつけになっちゃいますねうん、次が来ましたね。これは何ですか。野菜の落とし揚げです。あ、野菜の落とし揚げ、はい、ネギと人参を、大和芋でかき回してそれを落としたものです。油に。あ、一緒に混ぜるんですか。これはやっぱり小麦粉で。小麦粉は使ってません。使ってないんですか。はい、ただ野菜と大和芋だけです。あら、じゃあちょっといただきますねうん、香ばしいっていうか、ねえ、これ美味しいですね。ねえ、やっぱり小麦粉の衣と全然違うでしょ。全然違いますね。大和芋を混ざってるとこの味が一段と美味しくなりますよ。ねえ、おろした大和芋にネギ、人参を入れ和えます。野菜はお好みに応じて入れて結構です。そしてお塩で味付けし揚げていきます。名物の大和芋料理はおばあちゃんからお嫁さんへ引き継がれています。生きてる頃ね、料理講習に行っていろいろ教わってから、もうこの羊羹の方も、羊羹、ええ、
毎年作ってね、硬い羊羹とはちょっと味が違いますから、よくできたね。どうですか。なんかあの普通の羊羹というより軽い、軽いですね。口当たりがね、良くてねえ、滑らかですね。そうですよ。羊羹作りは寒天1本分を溶かし、大和芋を10分ほど茹でます。そして寒天の鍋に砂糖を 350g 入れ、およそ1時間煮つけます。これに入れるんですか。今あのカッタっていうものがありますので、ええ、ラオショは大変なんでいろいろね、あの失敗してこれにたどり着いたんですけど。はあ、じゃあ羊羹って言っても裏ごしはしないんですね。そうですね、私の場合はやらないです。でこれを、ああ、ははは、あ、うわ、もういいんですか。うわ、早い。寒天の方をこちらに、逆にしてもいいですけど、かたあのなかなか束になっちゃう。いいでしょうか。はい。ああ、最初にこれはずっと弱火のままでやるんですか。そうです、これをまた煮詰めるわけですけど、今白いですけど少しあれすると透明になるんです。煮詰めないとやっぱり柔らかい羊羹になりますから。ああ、入れるんです。型に流し込むんですか。はい、はい、あ、もう熱いうちでいいんですか。そうです。ああ、だいぶ透明感のある羊羹っていう感じになりましたね。こちらが出来上がりですか。はい、はあ、じゃあ5、6時間固まったものですね。冷蔵庫じゃなくて常温で。そう、このままで固まるんですね。はい、最初にいただいたのが、こちらなんですが、これは刻んだ大和芋なんですね。お酢をちょっとかけるとお酒のおつまみにはグッドでした。そして次にいただいたのが、こちらの落とし揚げなんですけれども、これは大和芋に野菜を入れて揚げたんですが、これはかなり絶品でしたね。そしてこちらが羊羹です。大和芋から羊羹というのはちょっと驚きでした。こんなに美味しい大和芋ですからね、はい、もっともっとこう生産が増えるといいんでしょうけどね。そうなんですよね。後継者がまあいないから、まあ我々年配の人が作ってるんで、どうも昔のようにたくさん作れないんですよ、うん、相模原で生産している大和芋は神奈川県内生産の大部分を占めています。しかし昭和47年をピークに急激に生産高が減少しています。耕地面積の減少や後継者不足の問題を抱えながら大和芋作りを続けているのが現状のようです。神奈川の名産100選にも選ばれているこの大和芋をいつまでも美味しくいただきたいものです。内野部公園内にある銀河アリーナ、相模原市内にある本格的なスケート場です。冬のスポーツといえばスケート、ぜひ皆さんでお出かけください。利用時間は午前9時から午後8時30分まで、来年の5月まで無休、年末年始も滑れます。